よ、未来の矛とエヴァ未来の矛の、アカレバブルがなぜ信頼度9割以上なのか。真実を解明。文書。こんにちは、皆さん。今回は、パチンコエヴァンゲリオン、未来の矛とその信頼、エヴァ未来の矛の、アカレバブルについてお話しします。なぜこれらの機種は信頼度9割以上を誇るのでしょうか。その真実を解明していきましょう。まず第一に、パチンコエヴァンゲリオン未来への矛。この台では、銀色の保留玉がポイントとなります。その銀色の保留玉によって獲得できる期待感が、クレアにとって魅力となっているのです。さらに、急にはレバブルタムやガカレバが登場し、高額ハイトを狙えるチャンスもあるのです。そして、信頼エヴァ未来への矛のガカレバブル。この機種は、前作から進化しており、クレアの期待度をさらに高めています。その名の通り、アカレバブルが非常に重要な予想となっています。このアカレバブルを狙いながらプレすることで、高い信頼度を誇るのです。さらに、新たな演出やグムスも加わり、クレアを飽きさせません。これらの機種が信頼度9割以上獲得している理由は、やはりクレアの期待感や、高配当への挑戦が重要な要素となっているからです。しかしながら、必ずしも全ての人に好まれるわけではありません。パチンコは運要素も起きたね、一概には言えません。それでも、多くの人が魅了される理由があるのは事実です。皆さんは、エヴァンゲリオン未来への矛シリーズをご存知ですか？もし興味があるのであれば、ぜひ一度プレしてみてください。その面白さと信頼度の高さに驚かれることでしょう。さて、皆さんにも質問です。エヴァンゲリオン未来への矛シリーズをプレしたことはありますか？もしプレした際の感想や体験談があれば、コメント欄に教えてください。皆さんのコメントを通じて、さらに深くこの機種について知ることができます。最後に、もしエヴァンゲリオン未来への矛シリーズが興味を引いた派は、ぜひ YouTube での再生回数の多い動画もチェックしてみてください。そこではリアルなプレイズや攻略派の紹介など様々な情報を得ることができますよ。動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひあなたのコメントもお待ちしています。チャンネル登録もお願いします。